はい、こんにちは、リクエストクラブ。今日もパフォーマンスしてきました、セントラルパーク。今日は公園でなんかイベントをやっていて、まあなんか代々木公園のなんかアースデーみたいな、ああいう感じのノリの、結構お客さんがたくさん来てて、そんなにぎわうセントラルパークのもうど真ん中でパフォーマンスしてきました。まあ人も多かったんで、パフォーマンスも始めたらもう結構ギュッと集まる感じだったんで、まあ昨日よりは楽にパフォーマンスしたかなっていう感じなんですけど、ちょっとピーポーがうるさい、すごいこっちのパトカーの音すごいうるさいんですよ。問題が出てきて、いつも使ってる紙のサイズの、いい具合の紙がですね、ちょっとこっちで見つからなくて、まあ、今こう画材屋に来たんですけど、ちょっとサイズがちっちゃくなっちゃうんですよね。だから大きいサイズの紙もあるんだけど、1枚3ドルとかするんです。僕1日のショーでだいたい10枚ぐらい紙を使うので、まあ1日で3ドルだから、結構日本で買う紙は1枚70円なんで、まあ1ドル未満じゃないですか。まあだからね、ちょっとサイズがちっちゃくなっちゃうけど、スケッチブック、既製品のスケッチブックで一番大きいサイズのやつを使おうかなと思っています。それだと20枚綴りで 30ドルぐらいだから、それでやろうと思ってます。まあ、あと、まあ、せっかくニューヨークにも来たんだし、まあ、日本でこう今までこう作ってきたことを毎日毎日やるっていうのも、まあ、あんまり面白くないなとも思うから、ちょっとニューヨークでこう作った、まあ、ショーというか作品のスタイルっていうのを考えようかなと今思っていて、まあいろいろお金をかけないで最大限のこう効果を生むようにちょっと頑張って工夫してやってみようかなと思っています。まあ今日はもう終わっちゃったんで、また明日頑張りますということで、ゆきんこあきら、今日も歩く歩くニューヨーク、足がすごい疲れたけど、無事に終わりました。また報告します。それじゃあまた。